年度の受賞者はモデル富永愛さんです。10周年ということで、素晴らしい年に、こんなに本当に素晴らしい賞をいただきまして光栄に思っております。それはやはり息子ですね、はい、2D というすごく意味深いコレクションで限定のものを、はい、いただいたということなんですけど、やっぱりそういった意味合いがあるものをつけていると、そういった大切な人がいつもそばにいるような、そんな気持ちにもなりますよね、はい、そうですね。3年間お休みしていたんですけれども、息子と過ごす時間がちゃんと持てたので、それは貴重な時間だったなと思いますし、本当に普通のお母さんとして過ごしたかったので、息子とそれはこれから先もすごくいい思い出になるかなって思いますね。そうですね、長いようで短いなって思いますし、本当にまだまだ自分も未熟なので、これから、ね、もっとさらに成長していきたいなと思います。これからも本当にモデルとして活動していきたいなって思ってますし、ファッションの世界に貢献できることが何かあるんじゃないかなって考えたりもしてます。